こんにちは、こんまりこと近藤まりえです。今日は、皆さんからよく聞くお悩み、片付けがつらい。で、これはね、実は本当によくいただく質問の一つではあるんですよね。片付けをやっぱりやろうと思ってやったはずなのに、どうも楽しくないとか、こう周りの人がどんどんこう片付けを進めていって、こう人生が変わったとか、ね、こんないいことがあったっていうことを言っているのに私はみたいな感じになってしまって、なんで片付けが進まないんだろうって思って、ね、こうちょっと足踏みされてしまう方ってやっぱり、ね、いらっしゃると思います。じゃあそういう時にどうしたらいいのかということについてなんですけれども、これはこの、こんまりという立場から言っていいのかっていう感じではあるんですけれども、一旦お片付けをお休みしてください。で、やっぱりね、片付けってそもそもやっぱりこう自分がやりたいっていうふうに思った時にやって、そのエネルギーでやっていくっていう、このね、本当に自分の心に正直になっていくっていうことがとても大切だっていうふうに思うんです。今片付けがやりたいっていう気分の時にちゃんとやっていくっていうことなんですけれども、で、これはどうしてかっていうと、私がお伝えしている片付けというのは、もう片付けを通して、自分にとってときめくこととか、ときめくものを選んでいく、ときめき感度を磨いていくための片付けですよっていうふうにお伝えしているんですが、で、この自分にとってこうときめくものを選べるようになるっていうことが最終ゴールなので、じゃあそもそも片付けに今ときめいていないっていうことであれば、やっぱりね、片付けをするしなければいけないっていう思考こそ手放すべきだっていうふうに思うんです。人生をね、ときめかせていくためのステップって私はこうたくさんあると思うんです。例えばこう食べ物を変えて自分の体自体を変えていくことだったりとか、運動をすることによって、まずはこう自分の体を変えていくことで、こう自分のマインドを変えていく方法だったり、あとはこうお洋服だったり、メイクだったり、見た目を変えることで、こう自分をいい状態にしていくことというふうに、自分をこうときめかせる状態にすることってたくさんあると思うんです。で、たった一つでもいいので、その一つ自分がこうやりたいって思ったことをこう成し遂げることっていうのにこう集中してやっていくことで、あ、自分って変われるんだっていう自信を持つこと。で、その自信が一つでも持つことができたら、それが、じゃあ次は仕事でも同じようにやってみようだったりとか、次は人付き合いでもちょっと自分を変えてみようっていうふうに、一つ変えることで、その自分のこうときめきスイッチってパチパチパチってどんどん入っていくっていうふうに私は思うんです。で、私自身もこのいろんな方に片付けをお伝えする中で、その片付けをやりたくないっていう人にね、結構出会ってきたことがあって、昔の本当にそれこそ20代の若い頃の私であれば、もう片付け絶対やった方がいいよとか、片付けしさえすれば絶対人生変わるから、ここで諦めない方がいいよっていうふうに、それだけをね、私も集中して言い続けていた時期があったんですが、やっぱりね、最近というか、いろんな方の様子を見ていて、あ、片付けだけが正解じゃないんだっていうふうに思うようになってきたんです。結局は本当に自分がやりたいっていうふうに思うことにちゃんとこう集中してやっていくっていうことが大切なんだっていうふうに思ったので、なので、皆さんも、もし今はちょっと本音を言えば片付けしたくないかもしれないっていうふうに思ったら、片付け休んじゃっていいんです。そんなふうにして、今はちょっと休みたい時期だなとか、今はとにかく睡眠時間をたくさん取りたいとか、今は実はこうお菓子作りをやってみたいとか、必ず自分の中でやりたいことが見つかったら、そっちの方をやってみてください。で、そうすることによって、他の部分でもこうちゃんと自分がやりたいことをやっていくっていうことを満たしていくことで、これがね、不思議なんですけど、もう絶対に自分にとって一番いいタイミング、必要なタイミングで、あ、そろそろ片付けがしたいとか、こうね、物が大きくなってきたから、なんか手放してすっきりしたいっていう、自分の心のなんかサインが必ず聞こえてくるようになるので、その時になったら、ぜひまた片付けを再開するようにしてみてください。なので、今日お伝えしたかったことは、片付け
というのは自分のそのときめきに従っていくことなので、自分のときめきが来た時に片付けを堂々と進みましょうということでした。なのでちょっと辛いなっていうふうに思ったとしても、そんな自分をこうぜひ責めないであげてください。今は片付けの時期じゃないんだっていうことを、まあ、自分で普通にそれを知ってちゃんと認めてあげるっていうことがとても大切なので、ぜひこう自分のことを大事にしながら、まあ、片付けもその他のことも進めていっていただければなっていうふうに思います。こんにちは、近藤麻理恵です。今日はオンラインの片付けコースのご案内をさせていただきます。このコースは世界中の皆さんが実践していただいているこんまりメソッドの片付けをバッチリマスターできるコースになっています。洋服の畳み方から収納、そして一番大切なときめきの感じ方まで、片付けに必要な全ての情報をこのコースにギュッと詰め込みました。このコースによって片付けを終わらせてときめく人生を手に入れましょう。一緒に頑張っていきましょうね。